3番手は5番の斉藤が踏みとどまっております。先頭を逃げるのは押した2番手が稲川誠也、もう前々で決着しそうな雰囲気。5番の斉藤3番手、長井は4番手、最終コーナーに向かっています。押したが先頭だ、2番手稲川3番手斉藤、長井は4番手、まもなくチェッカーブラック、押したが逃げ切りました。3番手はどうか、残り1周、さあ2番手に5番の佐藤雄二並ぼうとしましたが、中野が振り切っている、どうか、ここで佐藤が捕まえた、最終コーナー、佐藤雄二2番手に上がっています。しかし先頭は遥か彼方だ、1番の栗原圭介、デビュー2度目の優秀、鈴木博一が先頭だ、そして2番手森克幸、森も久々の優勝戦の椅子がどうやら支柱に収まりそうであります。3番手山田達也、体勢固まって今最終周回第4コーナーを先頭で鈴木博一クリアしました。森が2番手、山田が3番手、今チェッカーフラッグを受けました。先頭の位置踏みとどまっている福村が先頭だ、8番の佐藤真也がさあトップに色気を見せるのか、連勝で優秀どうやらなりそうであります。最後の最後を捕まえました佐藤真也が先頭だ、2番手は福村、ありったけの力を振り絞って神谷田迫るも届かない、佐藤真也連勝ゴール。優勝戦の時間を迎えました。ゴールデンウィーク開催、今日が優勝戦、12レースを迎えます。昨日の準決勝を勝ち上がりました8名による一戦です。ハンデゼロは栗原圭介、10メートルは押田雄貴を福村忠則、20メートルには稲川誠也森克幸、30メートル佐藤雄二、鈴木博一、佐藤真也、以上の8名による優勝戦です。大きな期待を集めて栗原圭介、1番人気を集めています。10秒前です。12レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。3秒前、第12レース優勝戦スタートしました。ゼロ戦から栗原圭介、残せるか、さあ内側から押した並ぼうとしていますが、振り切った栗原圭介がスターター残しました。2コーナーの立ち上がりも完璧であります。先頭は栗原圭介、2番手は押した、3番手には福村、あっという間にリードを広げていきました。レーサーこれから2周回目、さあ後ろの方ではインコースから稲川森をさばいた鈴木博一が4番手に早めに上がってまいりました。節一ともいえる鈴木博一が早めに4番手に上がってきています。先頭栗原、2番手には押した、3番手に福村がつけています。その後ろから7番の鈴木博一、そして8番佐藤真也、森克幸は後方集団です。残り4周という段階でさらに番手を上げました鈴木博一、逃げる栗原を捕まえることができるかどうか。栗原が先頭だ、今リードは20メートルぐらいあります。2番押した雪を、そして3番手が7番の鈴木博一、佐藤前も追い込んできておりますが、おっと一滑りやった鈴木博一、残りは3周回であります。一人旅の競争になりました。1番人気に応えるべく危なげないレース内容であります。栗原圭介、2番手2番の押したが粘る、鈴木博一3番手、ここに佐藤前も追いついてまいりました。2番手争い、押したかそれとも鈴木博一か佐藤前か、3人の選手が接近戦、残りは2周回であります。ぶっちぎりました。1番栗原圭介、栗原が先頭だ、さあ2番手を狙って7番の鈴木博一がここで内側から捉えました。3コーナーから4コーナー鈴木博一が2番手に上がっていますが、あくまで優勝戦の脇役でしかありません。残り1周のブルーフラッグ、デビュー3ヶ月でかつてないペースでハンデが出世の一途をたどっています。1番の栗原圭介、2番手は鈴木博一、3番手は8番佐藤真也が上がりまして最終コーナーに向かっています。出世場浜松から令和の1番星、1番栗原圭介、恐れ入りました2度目の優勝ゴール。自身2回目の優勝ゴール、敵地川口でありました栗原圭介。スタートは少し並ばれるシーンもありましたが、桁違いのコーナースピード、1周目で独走状態に入りました。2番手ゴールは鈴木博一、3番手ゴールは佐藤真也、3連単は1番人気178、6.6 倍のオッズであります。これで通算2回目、白星はデビューから3ヶ月で17勝目。
もう最初のランクでいきなり S 級になってしまうんではないかというぐらいの活躍、見事な優勝ゴールでした。板橋さん、いかがですか。はい、いや立派な優勝ですね。不安なところが全然なかったですね。もうとにかく明け明けで、まあ、後ろもね全然追いついていけませんからね。はい、はい、これもしかするともうこの後半で最高半の20前、うん、結構早い段階で最高半の10前には行きそうで、はい、そうですね。今日もはい、お願いします。楽しめた、楽しみだ。あ曇ったんで、あもう自分の日だ、はい、入ってきます。ちょっとこの出世の仕方というか、はい、今までにあまり見たことがない感じのペースですね。そうですね、もう走り方がちょっと新人選手じゃないですよね。もうベテラン選手のようなね、もう安定した走りしてましたね。はい、3ヶ月で次の開催20前になるんですかね、最高半の。そうですね、結構新人の2級者って最高半の10前に行った選手も、うん、はい、もう2級者の最後の方だと思うんですよね。そうですよね。ただこのあともう10メートル後ろから大変なシチュエーションが待ってますからね。そうですね、10メートルを後ろに下げられるとだいぶね前を抜いていくのにね苦労しますよね。しかも自動的に外枠になりますから。はい、そうですね、はい、まあ、ここからがちょっと今までとは違うですよね。違いますよね。でも底知れない可能性がありますよね。はい、そうですね、まあ、どうやってこうさばいていくかちょっと見ものですよね。うん、栗原啓介選手とウィニングランでした。ありがとうございました。ありがとうございます。優勝を飾りました栗原啓介選手がこのイベントホール登場ということになります。大声での声援は極力控えていただきまして、いや今日はたくさんゴールデンウィーク中ということもありまして、大勢のファンの皆さんが詰めかけていました。そういった中で栗原選手見事な優勝ゴール、それでは表彰式ご覧ください。皆様盛大な拍手でお迎えください。ありがとうございます。まずはじめに優勝を祝して栗原選手には花束が贈られます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。それでは優勝した栗原選手にお話伺っていきたいと思います。はい、改めて優勝おめでとうございます。ありがとうございます。通算2回目、今年2回目の優勝となりましたけれども、いかがでしょうか。まあ、少し緊張もありましたけど、まあ、冷静にレースできたかなと思います。デビューしてからすごい速さで2回目の優勝となりました。いかがですか、お気持ちは。まあ、率直に浅田さんはじめ、グループの皆さんのおかげで朝から練習も合わせていただいて、いい練習ができていいイメージでレース臨めたかなと思います。今浅田選手、まあ、師匠のおかげという言葉もありましたけれども、レース前にはどのような言葉をかけていただいたんですか。そうですね、まあ、楽しんでレースができれば、まあ、おのずと結果ついてくるかなと思うんで、しっかりスタート決めて楽しめたかなと思います。それではレース振り返っていきたいと思います。まず試走が 3.34 でしたけれども、手応えの方はありましたか。まあ、そうですね、走路温度も下がったので、うん、まあ、イコールコンディションではあるんですけど、2級車でもアドバンテージはあるかなと思ってたんで、
昨日から3つ挙げられたので良かったかなと思います。そしてレース なんですけれども、スタートご自身の中でいかがでしたでしょうか。そうですね、スタートちょっと風が強かったんで、2級車ではちょっとトルク感がなくて、辛かったんですけど、まあ、しっかり抑えられたので良かったかなと思います。このスタートをした後に押田幸雄選手が内から来ましたよね。その時はどんな風に思われてかぶせられたんでしょうか。そうですね、練習スタート練習の時に、押田さんと一緒にちょっと会わせていただく場面がありまして、でその時に、まあ、雰囲気的にいけるかなっていう、自信持っていけばいけるかなっていう風な手応えはあったんで、まあ、そこは冷静にいきました。はい、そして6周回逃げる展開になりましたけれども、ずっと先頭を取っ走っている時の気持ちっていうのはどんなお気持ちだったんですか。まあ、タイヤ滑らさないように、なるべくバイク立てて走ることを心がけました。はい、改めて今節1節間振り返りまして、エンジン状態いかがでしたでしょうか。まあ、基本的に浜松から何も触ってないので、まあ基本的にまあいい状態になるのかなと思います。はい、次節は5月25日からの浜松アーリーレースとなっております。本日たくさんの方がいらっしゃっていただきまして、ファンの皆様にメッセージを最後にお願いいたします。はい、最終レースまで、お集まりいただきありがとうございます。さらにハンデが厳しくなると思いますけども、いそいそ頑張ります。応援よろしくお願いします。見事優勝しました栗原圭介選手でした。おめでとうございます。では川口一部です、よろしくお願いします。お願いします。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。前回川口、まあ、2回目の参戦で前回はちょっと悔しい思いしたかなと思うんですけども、前回と今回何が違うんでしょう。まあ、走路的な問題で、前回は難しいコンディションになってしまって、自分も初の川口、前節は、川口は初めてということで、まあ、いろいろ経験不足のところもあって、残念ながら悔しい思いをしましたけど、まあ、今節は天気にも恵まれて、自分の走りをしっかり、積み上げてきたものをこの場でお見せできることができたのはすごく嬉しいです。はい、今後の、まあ、課題といいますか、はい、今思いつく限りで何でしょう。そうですね、まあ、基本的には、気持ち的なものが、すごく反映されると思ってて、そこの部分を、自分も磨き上げて、まあ、どんなレースでも対応できるように、今後いそいそ頑張ります。じゃあ最後に川口コーチ、YouTubeのファンに向けてメッセージをお願いできますか。はい、さらに、練習して、いそいそいい走りできるように頑張ります。応援よろしくお願いします。1着1番2着7番3着8番以上でございました。